市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。三代目市川猿之助さん、世紀の恋。藤間紫さん、かわいそうで見ていられなかった。四代目市川猿之助さんによる心中事件から約2ヶ月、未だ歌舞伎界の激震は続いています。子供が老いた両親を、そんな悲劇とともに人々の記憶に刻まれることになった屋号澤瀉屋。彼らは暴流であるがゆえに常に革新を求め続けなければならず、時には邪道と批判されることもありました。四代目が襲名するまで神様にも等しいと憧れていた猿之助という名跡の宿命を改めて振り返ります。スーパー歌舞伎などで話題を集めても邪道と批判され、孤独感も味わっていた三代目市川猿之助、二代目市川猿翁さんを支えたのが藤間紫さん、三代目の舞踊の師匠、六代目藤間勘十郎の妻だった女性です。三代目は1965年に女優浜優子さんと結婚、長男香川照之さんを設けながらも16歳年上の紫さんと道ならぬ恋に落ちます。二人の関係は世紀の恋と世間を騒がせました。香川さんは母浜さんに育てられ、46歳まで歌舞伎の舞台に立つことはなかった。彼のどこに惹かれたのかという問いに、彼女はかわいそうで見ていられなかったと打ち明けてくれました。そもそも信仰で門閥外だった澤瀉屋、さらに祖父と父という後ろ盾を突如なくし、離縁の中で疎まれながらそれでも懸命に歌舞伎に打ち込む三代目の姿に、紫さんは心を動かされたのです。この世紀の恋もまた猿之助さんが暴流ゆえに生まれたものでした。そしてこの恋が今日の悲劇の一因となった可能性も否定はできません。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。